ポイントのコンポーネントについてやっていきたいと思います。ポイントのコンポーネントは、ポイントの中のコンストラクトポイントっていうのをやっていきます。中身は名前の通り、ポイントを作るコンポーネントになってます。で、作ったポイントは、こんな感じで、ライノ側に出力されてます。で、デフォルトで、X、Y、Z の座標は全部0の値が入っているので、このコンポーネント出した瞬間、ポイントが1個出力されるようになってます。X、Y、Z の値は2に変えられるので、例えば、ナンバースライダーを使って、つないであげると、X コーディネートって出てきて、こいつの座標が変わります。まあ、これデフォルトで0から1なんで、あんまり動かないんですけど、こんな感じでポイントを作ることができます。ちなみに、このグラスホッパー画面で文字入力でコンポーネントを検索するときに、XYZ って打つと、このコンポーネントが候補で上がってきて、ポイントって打たなくても選べるので便利です。今日はここまで。じゃあねー。